喊四小四小他们就开始干什么？我们在玩录影。哇，录影呢？录影在玩。一二三四。阿松。对对对。阿松，阿松，太热了啊！为什么你这么热？那么热？那个防风啊，防风。太阳。啊，太阳了。对，我有看你的节目。哎哥，你为什么讲话要这样子？那个。哎、欸，为什么那么录影呢？好玩，好玩呢、嗯，啊，很好玩。你要一起吗？啊，一起，一二三，五号，五号，五号 ，OK。谢谢，很嫩很嫩，我有抱，我有抱，很嫩，谢谢，これがティグアミーピー、さつまいもだよね。蜜がかかってるってことか。いける。あのね、この蜜がちょっと黒糖風の風味なんだよね。いや以前どっか の, あの別の番組のスタジオ の, あのメイク室であのメイクさんが日本でなんであんなあの黒糖ばっかりのものが多いんだって言うんだけど、結構黒糖ファンもいて、あと黒糖にはちょっと癖があるなっていう人もいるみたいなんだけど、まあ自分も黒糖は結構好きでね、その黒糖の風味がよく出てる入ってなかったりしてね。ただこの香ばしさすごいな、この蜜のねとこのさつまいものうまみが凝縮されてる、うん、地瓜蜜是从台南那个从台南运过来的地瓜，因为地瓜只有台南跟那个新竹那里的地瓜比较好吃，而其他的地瓜我们盆也有地瓜，可是它太酸，很多地瓜烤很好吃，用炭火烤很好吃、啊、可是就是煮地瓜太软了、啊、要选地瓜。嘿，有担心的那个、嗯啊、那个地瓜要起来担心，脆的、一点点甜而已、刚刚还没煮这样子、啊、台湾的地瓜很多地瓜很甜，拿来切一块吃很好吃、嗯啊、可是煮的话它因为太甜，那个里面水太多，煮很烂、不会 Q， 不会好吃、嗯、为什么 QQ 那个为什么 QQ、嗯啊、煮的关系，要煮八九个小时、嗯啊、它要用那个全部都是用麦芽膏煮比较多，因为如果台湾人煮这个地瓜大家都知道一定要用那个麦芽膏下去煮，麦芽膏大概是比例是三啊，糖一而已、所以它煮的时候手续比较繁复，还要注意看火，火不能太大，不能太小，还要慢慢煮大概八九个小时，它才会那么好吃。谢谢。ティグアがギュッとこうね縮められてる感じがあるんだね。だから噛むと、まあ、普通のさつまいもだったらサクサクザクザクって感じだけど、これギュッとあのキュウキュウの感じちょっとあるんだね。でそっからうまみがものすごくこぼれてくる。いやこれは いけるのかいけないのかよくわからないもうわからないってことはいかない方がいいってことだよね。うわこっちがニシンなのかな。でもこれもあの本当にやっぱ観光はまあいくつも台湾島あるけど、このポフのチームもかなりいいね。あの観光する場所に行くための道路とかそういうものがすごく整備されてる感じがある。これあの下に降りていけるんだって。でこの石岩これがあのポンフあたりの特徴ね。この形とか色とか。お、あったね。注意落石。いやーこういうの見てね思うのは、
実際こう石がね、まあ、落ちてくれば危ないけど落ちてくる映像があれば強いなとかね、本当断崖だよねここね。ここ海鮮の店らしいんだよね。これが野生の鳥根とイカね。野生の鳥根、鳥根、まあ、小さいアワビみたいな感じで、あのバジルの風味が広がってくる。食べ方が下手だな。手を使わないとダメかな。こうして。旨味がすごい。で、あの苦さがあんまりなくて食べやすいね。で弾力があの、なんかもうやっぱ押し返してくる、まあ、弾心。これがすごいんだよね。野生って聞いてるからなのか、まあ、先入観なのかね。やっぱこの噛み応えはすごい。味が品がいいんだよね。なんかほんのりこう、まあ、朝鮮豚の香りとかが効いてきて、あの香り付けもそんなにこういやらしくない感じなんだよね。食べやすいこれ。結構やっぱり鳥根は贅沢品だもんね。いやーこれもすごいね景色が。よいしょ。うわちょっとこれはあのポンフのこのチーメはなんか気持ちが良すぎる。道路も綺麗だし見応えもいいしね。はあこういうところがまだあるんだね台湾には。はあもうなんかねため息が出る綺麗すぎて。これがね、イカ。ちょっとマヨネーズなんだけどね。うん、まあ、マヨネーズはちょっと甘いっていうのが、まあ、自分にとってはうんっていう感じだね。まあ、台湾と日本のマヨネーズの味の違いっていうのは、まあ、番組でも何回か言ったと思うんだけどね。ただここの店って取れたての海鮮を持ってくるから、まあ、あのメニューには今日の海鮮みたいなのはあるんだけど、もうそれもあまり機能しないぐらい本当に。だからメニュー見て決めるよりラオパンに聞いて決めた方が早いっていう。これでちょっとつけてみようかな。あこれがいい。このニンニクの効いたタレがねやっぱイカの旨味とマッチするね。あのすごく食べやすい。このイカ自体がやっぱりコリコリしてるんだね。ここはシャオ台湾っていうね展望になるんだけど、下の石が台湾の形をしてるからなんだって。ちょっと見たいね。あれあれか。ああなるほど。いやあれね。いや似てる似てる。あのシャオ台湾って言われなければ別に何とも思わないかもしれないけど、似てるよって言われてくれば似てるように見える。なるほどね。あでもいいネーミングだねシャオ台湾。素晴らしい。 , 笑ってしまうね思わずね。